こんにちは、速稼塾の久保です。特別定額給付金のことですけども、私思うにね、話題に上らなくなったら負けだと思うんですよ。ですので私もこうやってコンスタントに定期的に動画を出しております。なんて言いますかね、中にはね、アクセス稼ぎのためにやってんだろうっていうふうに思われる方がいますけども、YouTuber としてアクセスを取りに行くのは当たり前のことなんですけども、ただね、私アクセスに左右されないような動画をね、たくさん出してると思うんですよ。だって動画の再生数が20とか30でも全く構わないわけですからね。私はとにかく自分の思うことを主張する場を YouTube に設けてるだけなんで、アクセスを稼ぐために何かやってるみたいなね、そう思われても仕方がないんですけども、そう思われればね、それは仕方がないかなと思います。ただですね、思わせぶりなことでどんどん人をね、引っ張らないように、サムネイルとかタイトルにはものすごく気をつけてるんですよ。それこそね、支給が決まったびっくりマークハテナみたいなことをやってないと思うんですよ。そうではなくて、私はこう思うよってことはいつも言ってるだけなんですよね。あとは大前提として言いますけども、特別定額給付金は去年の段階から私ずっと言ってますけども、出ないよってことなんですよ。出ないんですよ。どこの予算を見てもそんな予算入ってないわけですからね。で、予算配分見ても、じゃあここは何ですかね、生活保護じゃないや、国民生活支援のための特別定額給付金の枠だよってものはどこにもないわけですよ。で、唯一可能性があるとしたら予備費なんですけども、予備費って未だに使われないまま残ってるわけなんですよね。しかもこの予備費では特別定額給付金の13兆円には全く足りないわけですよ。だからここも希望がないよねと思ってるわけなんですよね。で、部分では出るんですよ。例えば一人親世帯には支給されますよってやった時は、やっぱりね、支給はされたんですけども、ただね、国民の不公平感が大きくって、じゃあ不公平だ不公平だって言うんだったら公平に出さないようにしましょうかってなっちゃうんですよ。だから特定の人になんか給付金が出たからといって、例えば飲食店だけなんでなんだとかね、事業者だけなんでなんだっていう意見がありますけども、それはね、それをやればやるほど出なくなっちゃうんですよ。だからそこはちょっと気をつけた方がいいかなと私は思うんですけどね。あと飲食店さんとか、それからね、事業主さんって給付金もらってもはっきり言って何の足しにもなんないんですよ。一部ですよ、儲かっちゃうようなところありますけども、事業するってことは事業の維持費をなんかね、毎月毎月払ってるんですよ。だから給付金で返ってきても結局それはそういったものに控除されて終わりなんで、じゃあ儲かりましたって話にはなんないんですね。で、逆にですね、毎月毎月売り上げがあんまりないようなお店が保証金によって儲かっちゃったって言って売れてる人いますけども、はっきり言ってね、保証金って一瞬の花火なんですよ。で、それが終わった時ってその人っていうのは事業が盛り返しますかって言ったら結局閉店に向かうわけですよね。だから給付金もらって給付金バブルだって喜んでるのはちょっと違うかなと思いますよね。バブルっていうのは必ず弾けますから、そしてバブルっていうのは最も多くの人がお金を失う時期のことなんですよ。ですんでね、飲食店さんとか一部事業者さんが給付金によっていわゆる焼け太りした状態っていうのはあるんですよ。ただね、焼け太りをしたからといってその人がじゃあビジネスのなんかね、力がついたのかって言ったら全然そうではないんで、おとなしくしといても現実はすぐ来るってことなんですよ。あとね、やっぱりね、事業の結果としてじゃなくて一律給付の影響としてお金が入ってきてよかったよかったっていうことを非難するんだったら、じゃあみんなそうなんですよ。一律給付が達成されました、じゃあそれは自分の実力で勝ち取ったお金ですかって言われたら違うんですよね。だから批判を人にすればするほど自分もその批判を受けることになってしまうので、そういう意味も込めてね、誰がいくらもらおうか関係ないじゃないですか。それこそね、自分はもらえなかったけども他の人はもらえてよかったねぐらいの気持ちで見ていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。そして何をやってもね、不公平ってのあるんですよ。不平不満ってのは残るんですよ。だからそこに終始して誰かをね、個人攻撃するんではなくて、順番にみんなでできるだけ楽しく豊かに暮らしたいよねって思いがあればいいんじゃないかなと思うんですよね。むしろ自分が苦しい時ほど他の人に愛情を向けていくっていうんですかね、衣食足りて礼節を知るっていう言葉がありますけども、やっぱりね、危機に陥った時こそ自分の本性が出ると思うんですよ。やべえなーと思った時に人を攻撃するのか、やべえなーと思った時に人に優しくできるのか、そこが問われてるのかなと思うんですけどね。皆さんいかがお感じでしょうか。私もね、こういうふうな寝言を言ってますけども、よく分かってはいませんからね、あんまり責めないでください。それではいってらっしゃい。